リンリン、ハローパッタレール、リンリンパラレルのリントです。はい、本日はね、ちょっとこちらのケージで欠陥が見つかりましたというお話です。はい、そちらのね、本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。はい、ということでね、本題に入っていくんですけれども、欠陥が何ぞやっていうですね。なんかここの水位がめちゃくちゃ減るんですよ。で、今このケージどういう状況かというと、まあ前の動画をね、見てる方はわかるかもしれないけど、前の動画見てない方向けにご説明をすると、この竹あるじゃないですか。この竹の下のところに実はろ過装置が入っていて、で、まあ循環して上を通って、あそこの奥の、ここですね。あそこの竹の部分から水が流れて、で、この、今ね、全部行ってしまおうと思ってるんで取っちゃうんですけど、ここにね水が流れてくるところがあります。でここから水がポタポタポタって流れてきて、でこっち側なんですけど、このカエルちゃんのここですね、はい、ここにもね水が出てくるところがあって、で苔のところがね水が溜まるようになっていて、である程度水が溜まると、これも取っちゃうわけですね、はい、ここからね水が下に流れてくるという寸法です。でこれがねろ過装置なんですけど、竹を切ってね、ただここにくっつけただけです。で水をね循環させてたんですけども、循環させてたんですけれども、まあ、あんな感じで、ね、水がポタポタと下に垂れるようになってるんですね。でここ2日3日ぐらいなんですけれども、ちょっとここが不調な感じで、そのまあこれワインセラーでね、下に水がちょっと溜まるようになってるんですよ。まあ何て言うんですかね、水がねこう気化して、で気化したのは結露する形ですね。で結露してここから下に溜まってここにね入るんですね。で今溜まってるらしくて、でこの水ね、うち下にぼちゃぼちゃぼちゃって流れても大丈夫なように、実は下がねサバンナモニターの水のね部分につながっていて、今軽くやりましょうか。はい、こんな感じでね、上の水が下に入っても大丈夫なようにこう作ってるんですけれども、でまあ水自体もね、汚い水が下に汚染水が流れているわけではないので、気化した水が結露して下に流れてるだけなので、全然汚い水ではない感じなんですね。汚いかどうかちょっと試すのに舐めたことがあります。はい、やめた方がいいです、人間は普通はまあちょっとちょろっと舐めてみて問題はなかったんですよね。口に含んでもお腹壊すみたいなのがなくてなかったんで大丈夫かなと思ってるんですけども、実際に水がどっからどのように漏れてこの下にね来てないのかがわからなくてっていうのをね、ちょっと、まあ、ご報告だけまずしておこうかなと。で、実際、どういう感じでどこがダメだったかっていうのは、この後、ね、撮っていこうかなと思うんですけれども、ちょっとね、原因究明をしていこうかなと思っています。で、今考えられるのが、私はここなんですよ、ここ。ここの水のところ。ここね、実は空間に一個一枚、こう、これですね、これ。これを切ったやつが実はそこに挟まってるんですよね。で少しだけ隙間があるんです、あそこ。なのでそこから水がこう、なんていうんですか、こっち側に水が奥から手前に流れるこの間でどっか伝ってこの下に流れてしまってるのかなっていうふうに思ってたんですね、ここの隙間に。でするとそこから下に流れちゃえばここにね来ちゃうので、から水が流れてるのかっていうのが今全然わかんない状態なんですよね。どういう状況なのかって感じですね。ちょっとろ過装置も一回、これろ過装置だね、これチューブね、水を含んでるんでちょっとあれですけど、これ取って、でここのね脇、これここねに関しては、実はこれって簡単に剥がれるようになってるんで、これで剥がして、これろ過装置で一回取り出して、
あでこれはあの LED ライトね、ここにねあるんですけども、 LED ライト用のねものになるんですけども、ちょっとこう壁にね伝わせて入れているものを少しだけこんな感じで取り外していって、どっから水がね漏れちゃってるのかっていうのはちょっと見ないとかなっていうところですね。こうやってねポロ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 と取れちゃうんですよ、こんな感じで。であのこの上のところもねこんな感じで、ちょっとカメラブレブレな気もするけれど、ちょっとこのチューブをこうして一旦、あーちょっとチューブそっちにいて、一旦ここのところを見てみようか。あーやっぱり結構そこ漏れてるね。あーここが漏れてる気がするね。こいつを取り出してみようか。これ簡単に取り外せないんですよね、実は。よいしょ。なんかこいつから漏れてる気がするな、水が。段差作るためにだけ置いたやつなんですけど、あーなんかここに水が溜まってるね。あこのままだと水漏れがひどいことになりそうだから、ちょっとうちのサンショウちゃんのねイモリをね今隔離して今ご飯あげてるんですけど、そこにこの奥の水槽にちょっと溜まってるお水を、ここから漏れている気がするね。さあ、こいつをちょっと取り出してみて。あら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 。うんうん。ここは問題なさそうだな。軽くちょっと。カビじゃないんだ。カビじゃないんだ。カビてんのかなと思ったらカビじゃねえ。あら奥のつけてたパネルが取れてしまいましたけれども、これは後でというか違う網1枚あるからこれそのまんま置いとくだけでいい気がする。どこから漏れてるって一番の考えられるのはここだな。結露してんだよ。多分水がもしかしたら溢れてしまってて、そのうまく下にね水をあげれてないのかもしれない。ここねあのハンダゴテで穴を開けてただ作っただけなので、ちょっとそれを試してみようか。ちゃんとチューブから水出てますね。チューブ以外のところから水が垂れている感じは。してない。これをちょっとこう斜めにしてみても。斜めにしてみても。おー、意外と大丈夫そう。
なるほど。次はこいつかな。こいつをこのままこっちへ。あーでも大丈夫そうだね。じゃあ逆にこれをよいしょこっちに。あーでも問題なくちゃんと出てますね。どこからだ。この水槽自体どっかに穴開いてる？ちょっとこれ水ちょっと交換しないとあれだけど。こういうふうにしてたらどっかから穴が開いてて実は漏れてきてるとか。なんか漏れてそうだな。この辺にね水が溜まってるのは多分結露した水があってところなんでしょうけど、ここに水が溜まってる。でもここ今ポタってない始めてる。これ多分こいつ自体についた水だよなあ。シリコン塗ったりとかしないとなのかななんてちょっと思いつつも、いやー穴は開いてないね。こうやってももう大丈夫そうだね。どっからなんだろう。どっかから結露してる感じがしますね。はい、ってことでとりあえずねちょっと原因究明をしていこうかなと思います。原因が分かればそれも動画にしたいと思うんですけど、原因が分からない場合動画はねここで終わってしまうかなと思います。ちょっと原因究明していきましょう。ちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでね、先ほどこの1個の前の動画の方でね、言っておりましたが、前半の方でね言っておりましたけれども、原因がね究明できました。原因がどこかというとここでした。これねここの部分でチューブがちょっとね短いかったみたいなんですね。で今どうしてるかっていうと、見えるかな、これチューブに葉っぱが刺さってる状態なんですね。ピントがなかなか合わないね。はい、これねスッと、でチューブがね微妙に短くて水のね出方が良くなかったんです。なのでこのチューブ自体にこの葉っぱを人工芝じゃない、人工のね観葉植物の葉っぱを刺して水の出るルートをね少し長めにしました。で短いとその短いところからこっち側ねここねここを伝ってこの隙間から水が流れててここから出てくるっていう感じだったんですね。まあ簡単に言うとこれの外壁からさーっと出てきてここからビチャ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 って出てきてたんですけれども、ただ水のね出てくるループを長くすることによって、こんな感じで水漏れをねなくしました。まあ一番いいのはチューブを取ってちょっと長めのチューブをぶっ刺すのが一番いいんでしょうけれども、ちょっと今ね手元にチューブがなかったので、苦肉の策として、チューブにの中に、葉っぱをぶっ刺してそこから水が垂れるようにっていう形にしました。まあこれはこれでねなんかちょっとおしゃれな感じにはなったのでいいんじゃないかなとは思います。あとまあ刺してるだけなんでメンテナンス自体がしにくくはなってないですしっていうところを考えるとまあいいのかなと思っております。じゃあね早速うちの子たち戻しましょう。ご飯は食べたんで、あお腹ぷっくりしてますね。よいしょ、まずね沖縄シリケイモリのカルちゃん、カルちゃんやだね、カルちゃんおいで、
ちゃんおいで、はい、はい、カルちゃん、オッケーオッケー、ちょ元気ですね。ピントが全然合いませんね。カルちゃんもちゃんと、うん、こうやって見る感じは、はい、ご飯もさしっかり食べて、お腹もね丸々としてるんで大丈夫かとは思います。この子ね活発なのでね、あんまりゆっくりはこうやってしてくれないですから、うん、問題ないね。よし、はい、もう行きましょう。あんまりね人間の手で触ってると低温やけどみたいなことはねするみたいなんで、はい、次はねエゾサンショウウオの、クロ君。よいしょ。クロ君はブリブリですね。あ、なんかいっぱい食べたね、あんとね、すごい膨らんでるじゃない。おっとっとっと、うん、すごい膨らんでるね、お腹のところが。ちょっと背中、裏見して、裏、あーやだね、やだね。あー、ちゃんと食べてるね、うん、大丈夫そう。よし、君も帰ろう。あーあーあー、ちょちょちょ、はいはい、お帰りください。これでね、この子たちの水漏れ問題は大丈夫だと思います。で、うんと半分以上食べて、あとちょこっとだけ残ってますね。ブロック1個あげたんですけれども、ちょっと残ってるけど、この残りはまあいいでしょう。またご飯あげますからね、うん、これは食い残しということにしておきましょう。はい、っていうところでね、ちょっと水漏れの解決をいたしました。なんていうところに乗っかってんの、かわいいね、うん、はい、ということで今日はね、あのワインセラーのね中の水漏れ問題をね解決していこうという動画でございました。無事ね水漏れ自体は解消されたので、あとはまあこの調子でちょっとこれ以上また水漏れが起きないように、うん、今見るとこっから水漏れもねもう起きなくなりました。さっきはね結構お水が滴っちゃって、こっからポタ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 ずっと落ちてて、で気づいたらここの水がなくなってしまうっていう事態に、ね、なっていたんですけれども、そう、ここに水がたまらないっていうのが一番おかしくて、本来だったら全部循環してここに水がたまるはずなんですけど、ここの水がなくなっていくっていうことはどっかで水漏れが絶対起きているっていう状況だったので、いや、ひとまず解決できてよかった。でもどんな隙間に入ってんの。すげえ隙間に入るじゃん。はい、っていうところでね、今日はこちらの、沖縄シリケイモリというエゾサンショウウオのいるね、ワインセラー内のコケリウムの修理というか水漏れ問題のね解決をさせていただきました。君どうすんの、そんな隙間入るの、入んないでね。はい、この調子でねまたやっていこうかなと思います。またね、まあ水漏れとか何か問題が起きたら、こまごまね DIY しながら直していきたいなというところでございます。はい、ということで本日は以上になります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントーでした。バイバーイ。はい、どうもリントーです。一応先ほどね動画は閉めたはずなのに、動画はねこの後続いているという状態なんですが、はい、そこの部分にこれね葉っぱ入れて水の流れを変えましたよって話をしたんですけど、ちょっとなんかあれだけだと不十分だなと思ったので、はい、ストロー、家にあったストローなんですけど、いいストローを見つけて、実はねこれ今片手でやれないんですけれども、ちょうどここにね入るのよ、これ、このチューブの中に、ね、分かりやすく見せるならばこれか、これね、チューブにちょうど入るんです。こういう風なんですね、こんな感じでね、はい、こんな感じ でちょうど入るんで、ちょっとこのチューブを入れて、水の流れ自体をね、より何て言うんですかね、あそこで途中で止まっちゃってるので、もうちょっとだけ、はい、まあ何て言ったらいいですかね、伸ばすって感じで、伸ばした上でこのチューブ自体に、この辺の葉っぱを貼って、何て言うんですかね、あそこ何て言うんですかね、ちょっと人工物が見えているんで、そこの人工物をなくしていこうかなと思います。はい、この後はね制作動画入れていく形になるかなと思います。
はい、どうもこんばんは、リュートです。この動画はね、YouTube の方の動画の途中に挿入をするものでもあるんですけれども、ちょっと先にね、 Facebook にとか上げておこうかなっていうふうに思った動画です。今何してるかっていうとね、これはあれね、動画で見てる方じゃなくて、Facebook、Instagram で見てる方向けに、ここ今水出てるじゃない、これ。ここからね、実はね、水がこっち側、このまあプラケース側じゃなくて奥のこの隙間からね、水が漏れてるんですよ、こっち側に。で、水が漏れてるとどういうことになるかっていうと、プラケースの周りをぐーっと通って、ここからね、水が滴って下にこぼれ落ちるという状態になっております。まあ、ここのやつがね、ここの隙間から通って、で、この下からタタタタタタと垂れてくるっていう状態なんですね。で、それが起きることで何が起きてるかっていうと、ここの水のね、水位がなくなっていくんですよ。なので、それをね、解消するために、で、ちょっとね、他の解消方法をちょっと、ここにね、この葉っぱをこうやってはめることで、こっから垂れるようにもね、したんですよ、一応。こんな感じね。こんな感じ。なんだけど、これでもやっぱり周りから水がこぼれてるのを確認したので、今はね、何をしてるかっていうと、このストロー。はい。これなんか家にあったストローなんですけど、ピントが全然合わない。はい、そう。で、このストローをあそこに差し込むことによって、あそこのチューブの部分を延長して、プラスこのストロー自体に、まあ、人工のね、観葉植物この辺をね、グルーガンでくっつけて、なんていうんですかね、水の流れがね、うまくポタポタポタって下になるように作っていこうかなっていう動画です。で、せっかくなんで、YouTube に上げる前に、Facebook とインスタグラムにね、DIY の動画をね、上げてみようという形です。で、この動画は、もうすでに YouTube に上げる用の動画の途中でね、挿入しようと思ってる動画になります。はい、なのでね、そんな感じでやっていきましょう。実際作りながら、どうなるかね、やっていきましょう。よしよし、さて作るぞ、ね、急にこうやって思い立ってやるからね、リントさんね、動画作るのが大変なんですよ。こうやってね、急にやるもんじゃないの、実際絶対。ということで、まずね、同じチューブのやつのこれに、まあ、同じチューブね、これ切ってないチューブで、さっきのあそこについてるないやつのチューブに実際刺してみて、うん、こんぐらい刺さったら OK だね。で、ここら辺で切って、で、ここに水のね、出る位置を作りましょうか。よいしょ、この辺かな、この辺で。こういう形で斜めに切りましょう。斜めに切って、で、ここに、グルーガンが、あれですね、グルーガンが溶けてるやつがめっちゃ出てる。よいしょ、ここにグルーガンを軽くつけて、で、のね、流れる場所にこんな感じにしましょう。で、こっから水がポタポタポタって垂れていくといい感じではなかろうかというところでございますね。よいしょ、もうちょっとグルーガンをしないとな。で、この床についてしまったグルーガンの分は、固まったらコロッと全然こうやったら取れるんで、
この後取れば OK です。さてさて、クルガンをクルガンのねしてるのが全然映んないね、これね。よしよしよし、こうやってくっつけて、あとここいらないね。よいしょ、よしよしよし、これでまあまあまあって感じかな。ここのグルー側はちょっと余計だったな。ここに葉っぱをねピッとつけておきたい。こんな感じでいいかな。よいしょ、この上にこうだな。あ、でもちっちゃい、ちっちゃい葉っぱっぱがあったら、ちっちゃい葉っぱっぱつけてもいいけど、ちっちゃい葉っぱっぱがねえな。あー、ちっちゃい葉っぱっぱ、あ、ないね。でもちっちゃいのあればいいんだけど、なんかいいのねえかな。これこれこれをこういう形で1本置くと、あ、良さそう。よし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 、ちょっとここにクルーガーを塗って、よいしょ、この状態でこんな感じでね、ストローを隠します。まあ別になくてもいいと思うんだけどね、これは本当に中の人ね、中の人っていう言い方あれだけど、私のね、ただ趣味思考によるものになるんで、正直なくてもいいんじゃねえかなっていうのは思うね。ただね、ここはね、DIY をする上でのね、こだわりみたいなやつだよね。でしょ。ここに、こんな感じで、クルーガン少しだけ入れてやって、これでくっついたな。これでいけてないかしら。もう画角から収まってないやつね、はい、ここね、今グルーガンで壁をねつけてやる感じです。あんまりグルーガン近づけすぎると、ストローがプラスチックでね溶けてしまう可能性があるので、あんまり近づけすぎないようにしながら、やります。そんなことやってるとね、また画角からね、外れるというね、こういう DIY の動画に向かないリントでございます。よし、あとはこれで固まってくれれば OK。 一応このストローはサイズ的にすごい良かったので取っときましょう。これはね、取っときましょう。よしよしよし、ではこれを
スポンと。おお、抜けた抜けた。よしよしよし。あとはここがね固まってくれればもう満体でしょう。あ、こんな感じでね、あの延長チューブ出来上がり。よし、延長チューブをじゃあはめていこうか。ほっ、よいしょ。延長チューブを実際ね、あの給水チューブのところにね、今日カメラの画角どうなの？ブレブレじゃねえか。もうすでに奥の方にあの水が滴ってるね。そう、ああいう風になっちゃうんですよ。そうなので、そこをねちょっと気をつけないとならんよねって感じなわけですよ。さて、ここにチューブを刺したい。お、いいんじゃない？あ、いいんじゃない？あ、いいんじゃない？めっちゃ自画自賛だよ、これ。あとちょっと段差が足りなくて、いいんじゃないって言ったもののうまく映せねえっていうね。カメラブレブレちゃん、ちょっと待ってね。よいしょ。ただこれをカットしないのも私の味ですよ。こういうのもね全部カットしないの。なんでかったら、カットしないでこういう風にやる方が人間性がわかるからね。あ、こいつこういうやつこういう人間なんだなっていうね、あの信用に足る問題にもなりますから。めっちゃちょうど良くない？これ。ほ、あ、めっちゃいいじゃん、ちょうど。してさ、何がすごいかってね、あそこ溜まるでしょ、この水がね。そしたらここのところの中に水がちゃんと溜まって、そっから外に出てくるよ、こんな感じでね。よしよしよし。で、あとここのチューブの部分を、君ちゃん、ま、ここのチューブの部分をこの流木で隠してやります。はい、こんな感じで、こんな感じするとね、こうなるわけですよ。これで水漏れがなくなったんじゃなかろうか。で、あとは、このカエルの置物を少しだけじゃないですか。ちょっとね、思いついての突貫工事にはなったんですけれども、思いついての突貫工事が思った以上に功を奏した気がしますよ。どうですか？ちょっとね、長い動画がね、後ろにくっつく形で、このケージ改造の動画だけでいうとトータル多分30分ぐらいの動画になるな。しかも水漏れの問題をどっから解決したらいいのかっていうね、ところから実はこの動画始まってるんですけれども、まあ仕方ないです。解決するまでがね一本の動画でございますし、まあ実際これをね作ってる方っていうのはなかなかいないと思うんですけど、まあまずコケリウムをねワインセラーの中に作るなんていう発想をね、ぶっ飛んだ発想をしてるやつは多分私ぐらいなもんでしょう。あの
ガチャガチャの中に形状を作るのと同じで、あの考え方としては絶対にぶっ飛んだみたいな、普通の人間はならないと思います。普通ワインセラーをね、井森三照さんたちのために、ね、一個丸々あげる人間はいないと思いますでもここまでするかしたからこそのね、達成感とね、あと、まあ、この子たちの生活っていうところがねすごくしやすくなっていくとは思うので、いいところでございます。よし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 、これで完成でしょう。はい、ということでね、ワインセラー、先ほどね、まあ、YouTube で見てる方はね、先ほどね一回閉めただろうお前動画をって思うと思うんですけども、動画は閉めたものの、やっぱりちょっとうまくね、この水の流れの部分が良くなかったので、これでとうとう水の流れは良くなりました。奥の方にはうん、伝って流れてないね。あ、完璧、もう、もう完璧、もう超完璧、もう超完璧よこれで、奥の方からね、ちゃんと見えるかな、こうズームにしていきましょう。ここのところね、この奥の滝、この竹があるんです、こういうふうに、ここね、これこの竹のところからちゃんと水がね流れていて、見えてるかな、あ、見えてるね、ほらほらほら、真ん中だよね、ここ、ここね、ろ過装置が上回って、あそこがね水がこうちょぽ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 って流れるんです。で、そっからこの水槽から苔に行く水と、この手前に流れていく水があって、で苔の水っていうのはここのこれ、この葉っぱで隠れてるんだけど、ここにね見えるかな、ちょこっと、はい、水パタ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 ってやって、で、もう一個はここからね、水が流れています。するとほら、ここのところが滝流れてるでしょ、っていう形で、で最終的にここのね水槽に全部入るようになっています。で、ここの水槽に入ったものがこの下にろ過装置が入ってるんですけど、ろ過装置通ってここのチューブを通って奥のところから流れるという循環装置の状態になっております。よしよしよし、いい感じですね。ちなみに今うちの子は1匹はね、この葉っぱでねちょっと見えにくいですけれども、そこにねいます。沖縄シリケンイモリのカルちゃん、で、映像参照のクロくんが、クロくんどこですか？あ、クロくんいたね。クロくんね、この下にある流木の上に乗っかってるの見えるかな、あれ、はい、ここにクロくんもいます。ここは見にくいね。滝のこの葉を避けるといます。いや、いいね。日々こうやってね、コケリウムが進化していきますけれども、こんな感じで良いのではないでしょうか。はい、ということでね、 YouTube の方一旦閉めておりましたけれども、ここでもね一応挨拶だけさせていただきますと、本日の動画をね、水漏れの解消というところでね、ケージ改造してましたよという動画になります。やっとこれでね、本当の完成かなと思います。うん、かなりいい状態になりました。この滝の水の流れ具合もねすごいいいね。こうポタポタポタ、チャポチャポジョボという感じで、ちょっと風情のあるね水の流れ方になったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、本日の動画はここら辺で終わりといたしましょう。もう30分ぐらいのね、動画になりますから、30分40分ぐらいの動画になりますから、はい、この辺で終わっていきましょう。ということでね、もしよろしければこちらチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。そしてね、過去にもたくさん動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画 YouTube にてねご覧いただけますと幸いです。例のごとくインスタとね、多分 Facebook には先に上がってると思うんですが、
まあ、ご理解いただけますと幸いです。はい、ということで以上リンとでした。バイバーイ。綺麗。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リンとでした。バイバーイ。